ございます。クワでございます。本日はですね、香港2日目。まあね、ちょっと観光地とか行ってデモの影響があるのかっていうのを見てみたいかなと思っております。ちなみに今外は結構暖かくて、半袖でも大丈夫ぐらいですね。みんななんか着てますけど。では早速行ってみたいと思います。タクシーはオクトパスカード使えないの？使えないんだよね。タクシーカードも使えない。あ、へえ、現金だけ。最初の目的地は香港で人が多く集まる観光地で、デモの中心地でもあったモンコックです。デモの影響からかバスは通常のバスルートではなく、ルートを迂回して運行していました。でモンコックの本来のバス停から徒歩5分から10分ほどの場所でバスを運行されました。お前、香港感出てきた。だって本当に安全になっちゃったんだよ。ああ、よかったね、香港も安全になって。一番のデモがやばい。この地面は普段はレンガが敷き詰められているそうですが、道路を妨害するためにデモ隊がレンガも剥がして、道路に撒いていたそうです。あー、香港だ。あの看板の感じ。ロンドンレストラン、レストラン。やめちゃんって書いてる気がする。書いてない、まだ分かんない。相席スタイル。そんなんどんどん奥なって落ち着けって日本語見にいっぱい食べよう。エッグタルト、マンゴープリン、春巻き。やったー。これがエビシューマイ。エビマン、エビタキ。すごい、もう人がいっぱいだね。わ、すごい、あの看板が香港っぽいよね。4人街。狭いね。値段は合ってないようなものって書いてある。デモが落ち着いてきたからか、そこそこ観光客を含め人はいましたが、日本人はかなり数が少なかったです。ここからさらに歩いて金魚ストリートを目指します。金魚だ、めっちゃ金魚だ。どうしてそんなみんな金魚を見るんだろう。不思議でならないよね。地下鉄に乗るよ。地下鉄もオクトパスカードで乗れるよ。あ、そっか。なんならバスが乗れるような。
騙されるとこだったわ。エスカレーター早いですね。なんか改札の中と外の境目が分かりづらい。早い。香港のエスカレーターは右側に乗るなどとくだらない話をしていたこの駅なのですが、この日の夜に手もたえた警察が衝突して駅の入り口が燃えていたそうです。その時の写真がこちら。続いて電車でセントラルに向かいます。エスカレーター。まずはセントラルで有名なエスカレーター。歩くよ。エスカレーター工事中だよ。エスカレーターや。エスカレーターって言うのかな。欧米人が飛んでる。欧米人って何。ここは大庫案と呼ばれる場所。香港の古い旧警察本部の跡地がアートや歴史のハブとして生まれ変わった場所らしいです。このように歴史的な場所が保全されており、香港の歴史を感じることができます。違う建物には裁判所もありました。なんか歴史を感じるっぽい。ライフインビクトリアプリズン。ここは昔の牢屋です。牢屋での生活などを垣間見ることができました。そして階段を上っていくと、ここがプリズンヤード、運動する場所みたいな。現在はおしゃれっぽいカフェのようなものがありました。再びこちら。こっちの香港島は別に、でも最初はもうこっちだったの。この辺に政府関係の建物とか警察とか。休みぐらいの時に。そう今だとやってる。なるほど。え、じゃあランチデモは今でも続いてるの。セントラルってこのね、あるところがいっぱい。あ、へえ。観光。トラムに向かうよ。トラムはどっちかな、こっちかな。こちらでございます。こちらでございます。でも香港にタックスがないのはいいね。うん、いいよね。マジで。あれ、トラム、ピークトラム。ピークトラムに乗るよ。ああ。人が集まるところ、ね。人が集まるところには武装警察が待機していたりします。ビクトリアピークまでのトラムもオクトパスカードが使えました。金額は32ドルぐらいだった気がします。
トラムに乗車し、山頂を目指します。進行方向右側の方が景色が良いらしいので、そちら側に座るようにしましょう。めっちゃお土産これ行くと金かかるみたいな。なるほどね。あ、ピンマウスだ。なんかいい感じに晴れてて、なゆきの茶、なゆきの茶でございます。ここは結構おすすめみたいですね。このなゆきの茶っていうのが香港初上陸で美味しいらしいです。ビクトリアピークの、ね、トラム登ったところに出たらすぐ分かると思います。映えてる。本当果肉すごいね。果肉すごい。ビクトリアピーク今ちょうど夕日がかかっててかなり綺麗な状態でございます。みんな夕日の写真をね、ビクトリアピークの普段のね感じの逆の場所で夕日が綺麗なんでみんな撮ってます。ビクトリアピークの上にもお店が結構あって、ここでゆったりね1時間2時間時間を潰すのも悪くはないかなと思います。山の上だから寒いね。山頂だからね。おー綺麗だね。綺麗だけど目の前はデモの現場でした。アンカイホンです。ビールがいっぱい飲めるよ。スパイシーだよ。地下鉄もオクトパスカードで乗れるよ。